表できます。また午後8時以降の不要不急の外出を自粛するよう要請することも可能となります。菅総理は記者会見で、何としても感染拡大を食い止め減少傾向に転じさせる、1ヶ月後には必ず事態を改善させると述べました。新型コロナウイルス特別措置法については、給付金と罰則をセットにした改正案を早期に国会に提出する考えを示しましたとありますけれども、すでにいろんなところで批判は出てますけど、その飲食店の、ね、営業時間 の、 その自粛要請、はい、というか、まあ、午前8時までに営業閉店しろっていう話ですよね、これって、時間の短縮 で、 そこでね、まあ、なんていうかな、飲食店を8時までって結構いろんなお店には厳しい、ですよね、でじゃあ本当にその本当にというか、まあ、どれだけそこでいろいろその感染が、ね、広がっているのかという話で、まあ、総理の会見でも飲食店での感染が、まあ、やっぱその大半を占めているという趣旨のことをおっしゃってたんですが、はい、ちょっとモニター出してもらえますか。1月8日のこれ分科会かな、政府の、そうですね、分科会が新型コロナウイルス感染症対策分科会っていうのが1月8日にあって、はい、でそこでまあいろいろこれ資料が出てるんですよ、うん、これ全部129ページあるんですけど、この中でそのクラスターの発生について資料が一つ出てるんですね、でそこで、まあ、その総理のおっしゃっていることをその否定するとかいうことじゃないんですけど、ちょっと気になることがあったんで言いたいんですが、はい、その5人以上の感染者が発生したクラスターの内訳っていうのがあってですね、この先の、はい、このページの先のページ見せてもらえますか。この上の前ですね、前、うん、飲食関連の前、もう一つ上かな、もう一つ前で、その前、はいはいはい、そうです、そうです。これ5人以上の感染者が発生したクラスターの内訳、うん、で圧倒的に多いのが、医療福祉施設で飲食関連、うん、で、教育関連になるんですけど、うん、で次、下に行ってもらえます。でこれ医療福祉施設はもう置いといて、でその次ですね、飲食関連、うん、これを見るとやっぱ多いのが、はい、飲食店を伴う、あ、じゃあ接待を伴う飲食店なんですよ、はいはい、接待ね、ね、うん、907人です、うん、で飲食店っていうのは39件、で327人、うん、やっぱちょっと数字開きありますよ ね、 ありますね、まあ、もちろんトラックできてるのが全部これっていうわけでもないし、まあ、そこで発生してるのは事実だからね、それは気をつけなきゃいけないんだけれども、はい、私ね思うんですけど、この飲食店の ここはもう、これ含めてですね、もうすでに私たちお店に行っても分かるんですけれども、対策取ってらっしゃるお店結構多いですよ、そうですよ、もう、ね、お客さん入れる数もすごく少なくしてるし、皆さんもういろんな営業努力をやられてて、うん、アクリル板当たり前になりましたし、ね、そうなんですよ、うん、でそれなのになおかつ、お酒を提供するのは7時まで、で8時には閉店してくださいと、で今、まあ、1日6万円まで、保証をして、でその月に最大180万円でしたっけ、っていうふうには、まあ、上げたというんですけれども、まあ、あとプラス飲食店にいろいろ卸している業者さん、はい、まあ、お手拭きのね、ああいうところとか、まあ、野菜とかいろいろあるんですけれども、まあ、そういうところにまで今回は手当てを与えするということで、まあ、もちろんその前回の、ね、時よりも対応としてはもっと皆さんの、その何ていうんですかね、懸念にちゃんとアプローチするようなことになってて、はい、そうなんですよ、体制ができてれば、そうそう、いいんだけれども、その飲食店すべてにこう、何、同じような、はい、統一した規制をかけちゃうというか、まあ、規制っていうほどの規制でもないんでしょうけど、それってどうなのかなっていうね、はい、で、悪役を引き受けてもらっちゃうっていうのがね、うん、そう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 。でそのまだ接待を伴う飲食店の方がまだあれだけいろいろ騒がれたけど、まだこれも多いわけですよ。でももちろんね、銀座とかでもね、皆さんいろいろ取り組まれているので、あそこのあたりでもしかして発生してないのかもしれない、わかんないです、どこで発生しているのか。
でも詳細がわからないだけに、なかなかこう一般化しているのも、ね、失礼な感じもするんですけれども、これもうちょっとこの飲食を伴う飲食店と普通の飲食店で接待を伴う、あ、接待を伴う、はい、差別化した対応、何らかのそのガイドラインでもちょっと違うものを示してもよかったんじゃないのかなって私思ったんですよ。笑ってる、違うな、違うって言ってますね。単純すぎる。そんな細かくね、できないってレベルな、こんな細かくね、こういう場合ははっきり言って分かんない話なの。だから要するに飲食って話もね、要するにきちっとしたエビデンスがどこまであるかっていうと結構微妙なんですよ。だから大体これ海外の研究とかそういうの見てね、尾身さんがね、まあこのくらいだとサクッて言ってるわけ、はあ、だからその時にね一部だけ取り出しなんてできない、分からないから。少なくともその風営法とかのあれに準じてやってる場所とかそういう感じでやれるんじゃないですか。あそこの人ってミクロの人こうやって見てねできずに思うんだけど、実際に行政してみたら分からんから、ちょっとザクッといくだけなの、ザクッといくって、やっとくしかないっていや分かんない話だからしょうがないんですよ、こういうのって。だからこんなきめ細かく分かってたら苦労しないんですね。で本当に言ったら飲食じゃないかもしれないしね、ただまあ飲食のでやってて大阪とかなんだっけな北海道なんか多少ね、多少効果があったような感じもするって、これを出たとも言えない、よくわかんない。だからこういうわかんないことをやってるから、なんかここはこういうふうに線引きとかそれできないですよ。まあそのクラスター追跡調査した時にどこのお店でご飯食べましたかとかいうのが絶対聞かれて、そこでお店ははっきりわかるじゃないですか。わかるけれど、でもね、それで出てるんでしょ。わかんないです、はっきり言うと。こういうのって要するにそもそも一番確実なのは全ての経済活動をやめればなくなるって分かってるんだけど、でどこの線ピックかってほとんど分かんない話だ。だからいろんな試行錯誤してるだけなんですよ。でそれ特にね、接待伴う飲食と他の飲食分けなんてのは無理無理です、だから適当に上から2番目までザクッといったってそんなレベル。でも接待伴う飲食ってあれじゃないですか、そのクラブとか分けたところでどんだけ意味があるか分かんないから、それだったらザクッと言っといてね、あとね、要するに協力金はこれ世界最高水準なんだけど、要するに与えといて、文句を少なくするそれだけですよ、だからこれでポイントはね、協力金がね世界最高水準って言うんだけど、マスコミは報道しないんだけどね、もう最高水準です、これどこの国でもね、みんなね、いろんなのやってんだけど、なんでこんな出すのって感じだけど、まあこれは要するに法制が違ってるから、厳しいね、要するに措置っていうか罰則規定が入れられないからお金だけ出して、だからアメとムチは本当は必要なんだけど、日本の場合はもうムチはほとんど無理なんで、アメだけ残っていってるんですよ、だからそれでなんとかしようというレベルの話で、あとね、たくさんお金まいとけば多少ね経済の下支えにもなるんじゃないかって、そういうのもあるんですよ、で細かくね、要するにここが原因だって分かんない世界をやってるからざくっとしかいない、その代わり全部やると休校とかそれまで全部までやると大変だっていうふうには分かってるから、そこでどこで線引くかの話なんだけど、あんまり細かく一番上だけやるってこともしないっていうんで、あとはお金でもう何とかしてすいませんとお願いしますって言ってるだけだよ。まずな裁きがね、情けないけどね、しょうがないね、今はね。私の知り合いなんか8時から営業の店やってますからね、の飲み屋なんですけどね、前倒しして営業時間、今もうやむを得ざるかもと大勢ですけど、前倒しったってよく言われるのはね、要するに地方だとね1日6万円というのはでかいんですよ。で都心は低いからね、きめ細かくできないからバラッとやってるんだけどね、それいろいろね、なんか分かってる話だったらもうちょっとできるんですけど、ほとんど分かんない話やってて、それでね現場にねいろいろきめ細かくやるよって言ったらできないよ、できないからもうしょうがないですこういうの、ちょっと大盤目になって、大盤振る舞いになるんだけど仕方がないってレベルで、それで予算をちょっとたくさん用意してるんです。いや燃えざるところでね。でもね、あと一つね、まあ何言っても高橋さんに、さっきみたいに一周されちゃうんだけどすごい悲しいんだけど素朴な疑問だよね。私も正直言ってるんですよ、分かんないもんはしょうがないでしょと思って。いや、そしたらもう完全に全てそのイギリスとかみたいにロックダウンしちゃって、もう外出制限も完全にやると、そこまでならず、それは試験制限ができないから、要するにね、みんな簡単に言うんだけどね、日本の特殊の方の場合はね、イギリスのロックダウンって個人に対する、試験制限なの、日本は個人に対する制限は一切できない、でせいぜい企業に対してちょこっとできるってレベル、それ企業に対してもほとんどね営業規制できないんですよ、だからこれ全然違う世界だから、分かるのはロックダウンっていうのを言うと個人の試験制限だから個人に罰金かけられるわけ、日本は絶対できないそれ。
そんなんは戦時体制っていうのと一緒になっちゃうからできないんですよ。だからそういうできないことは実はやらないし、もう一切今度の特措法でも個人に対する私権制限なんか一切考えてない、できないから、もうこんな言うだけ意味がないっていう世界の。だからイギリスみたいなロックダウンって言われた時に個人に私権制限で罰金かけられますかって、それだけの話なんだけど、いやいや、それは分かってるんですよ。それはもうその春の段階でそういう議論はね、やったから、そういうの、そういうことを言ってるわけじゃないですけど、まあ、究極的にその完全にウイルスを止めるっていうんだったら、全くその全ての活動を止めなきゃいけないっていう話ね、究極的に言えばですよ。だからそれは無理なんだけど、それしたらものすごい大変になっちゃうから、要するにこの少なくとも4月からの試験でね、全部やることはないって、どこが一番危なそうだなってところだけやってるって、そういう世界、そこが危なそうだなってところがあやふやだから、すごくすっきりしてないな、まあ、しょうがないよねって感じ。できることをやってるだけですけどね、あとね、私ね、これ自分の意見としてじゃなくて高橋さんに聞いてみたいんですけどね、医療提供体制の逼迫っていうふうに、言われるじゃないですか、で今日本ではね、その国立病院とか公立病院に関しては、まあ、政府がいろいろと、まあ、政府とかの、自治体ね、が、受け入れとかをこう要請したりはできるんですけど、はい、民間病院については、基本的に民間病院が嫌だと言ったら拒否できるわけじゃないですか。でそういう中でその、一部の病院にそのコロナ患者の受け入れが集中していると、そこをもってして医療体制が逼迫していると、それは、ね、いう問題はどうなんですか。だからそれは、はっきり言うと、去年の4月5月に予備費10兆円作った時に、要するにこれはどういうことかというと、日本の法制度の下ですと、要するに医療機関に対する指示とかそういうのもしにくいから、要するに札束で、無知はなくて、日本は無知がないんだけど、札束で引っ叩くって、そういう制度なわけ、だから要するに10兆円用意したわけね。私のイメージだったら、その時に札束で引っ叩いて、あと要するに札束を用意して、看護師も医師も、ね、今いないんだけどね、湧いてくるようなことを想定してたわけ、でも実際それは医師会ははっきり言って要求してこなかったから、できなかったってだけだ。だからそれ今頃ね、医師会がね、医療体制なんて言ってるんだけどね、お金用意した時なんで言ってこないのかと。あともうちょっとこれに対する責任はっていうと、都道府県の人ですよ、知事ですよ、だから東京都の小池さんなんかね、いろんなことかっこいいこと言ってるけどね、何人もその話言ってこないで病床減らしてんだもん、こんなの信じられないですよ。だからそこはね、札束を用意していたのに、それの札束に引っ張ったかれるのが嫌だって言って、なんとなく甘い考えを持ってた人が医療関係者の中にいると私は思いますよ。まあ、これもちろん厚労省も責任があるけど、だから要するに医師会と自治体と厚労省の責任が大きいと思いますよ。だって官邸の方から見たら札束用意するしかできなかった。あとはだから使ってくださいって言うんだけど、その時に予備費がでかすぎる、どうのこうのってマスコミと野党が散々っぱで言うでしょ、それではそれだから医師会の方もちょっとコロナがなくなっちゃって緩んじゃって要求しない、それで自治体の方もやらない、それで結果的に厚労省もやらなかったっていうのが現状ですよ。だからね、札束用意したのに何もしなかったって、誰が責任取るのかって議論だと思います。これはいわゆる目詰まり論ってやつなんだけどね。でもね、一番の現場で言わなかったら分かんないから、日本は確かにね、民間が多いから札束で引っ張った、無知の代わりにね、札束しかないんですよ。だからそれでやったんだけどね、結果的にはあれですよね、要求してこなかったですね。だからこれはそれで今これ医療逼迫だって言われたってね、世界に比べたら2桁ぐらい患者率なんか低いのに、どうして医療逼迫なんて、よく理解できないですよ。でもこれは今更言ってもしょうがないから、もうしょうがない話は、過去の話は言わないって、私はあんまり言いませんけどね。言わせてもらうと、目詰まりをやった人の責任っていうのは、後で検証してもらいたいなってレベル。この話っていうのは、でも想定はされてたし、まあ、高橋さんおっしゃるみたいに、もう政府がその早期早いだろうね。でも現場の話って分かりにくいから、要するに予備費の話が執行できないなんてことは、実は想定はあんまりしてできませんよ。要するに予算化してたらみんな使うもんだと思ってたからね。それはかなり驚きましたよ。どっちでも驚いたけど、それで言ったんだけど、もうちょっと手遅れでしたね。残念ながら。だから情けないことに、12月の対策の時にね、すんごい珍しい項目があって、マスコミ報道しないんだけどね、予備費はきちんと適切に執行するって書いてある。こんなのありえないよ。予算なんですかね、当たり前じゃないかと私なんか思って、これ書かずに得なかったんだもん。信じがたいですよ。ご利用は計画的にみたいなニュアンスですよね。そうそうそう。ね、名前までは言いませんけどね。続いてのニュースに高橋さんお選びいただいてよろしいですか。
私、はい、どうぞ。ちょこなんか、はい、この続きでいいけど、このね、入国検査対象に入って、はいはいはい、これは皆さんあれなんでしょ、すごく言うんでしょ。そうですね、うん、参りましょう。続いてこのニュースですね、入国検査対象全員に拡大政府とありますが、続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除されるまでの間、全ての入国者らに対し出国前72時間以内の検査証明を求め、一部免除されていた入国時の検査も全員に求める水際対策強化策を発表しました。入国時の検査は9日から実施し、72時間以内の検査証明は今月13日以降の入国者らから求めます。帰国する日本人も全員対象となるということです。これまで2国間で合意している一部のビジネス関係者らに対し、14日間の待機などを条件に72時間以内の検査証明の要請や入国時の検査を免除する特例措置がありました。今後は検査証明を提出できない人には待機を求め、入国3日後に検査を行うということですとなっております。これはなんかこうやって茹でてるに思うんだけど、私ポイントになったと思ったのは、変異種が変異株が見つかったらね、やめるって言ったんだけど、その通りになってるんだよね。だからその間でこっちにこういうふうになるっていうのは、実は政府の中でも両方いるから、これでね、多分マスコミ報道しないことの一個としてね、これ厚労省がやって、検疫法の話なんですよ、はい、厚労省がやるからね、実はね、 うまくできないっていうのがある、そもそも実務が、もうこれが一番大変で、何かをやろうと思うと、はい、うまくできないって、これは能力の問題に近いんだけど、しょうがないんだけど、体制がうまくできないっていうのがあるんですよ。あとね、検疫法自体もね、要するにね、結構緩い法律で、はい、日本はさっき言った個人の、個人のね、はい、なんていうかな、権利とかそういうのに対して、はい、なかなか制約をかけるという法制になかなかなってなくてね、検疫法自体も何かちょっとあった時に、何か措置した後に何か隔離をさせるとか、ちょっとね、まどろっこしいの、正直言うと、はいはい、多分ね、海外だったら、もうその場でバシーンとやって、戦時体制みたくバシーンとやるんだけど、そういうのができないんだよね、法制上も。だから検疫法もちょっと多分国会で直すんだけどね、はい、でもしょうがないくってさ、戦時体制って全然経験がないから、何もできないんだよね、もうそれがいつも私歯がゆくて、でもそういう中でいろいろ厳しくしろ厳しくしろってやって、法律がねえだろとかいうのがちょっとあって、あとね、執行体制うまくできないだろってあって、だから政府の中で一部もめもめするんですよ、で大体言い訳する方の人はいつもの法律が、それだって執行再生がって理由なのよ、だから別にビジネス客入れたいとかそういう人もいるんだけど、多くはできないってやつ、結構情けないんだよこれ、こういう時には、だからね、戦時体制みたくね、戒厳令みたいなね、そういう制度があったらすごい楽だと思いましたよ、でもないから、すごくいつも揉めるわけ、はい、そうするとそれが揉めて優柔不断じゃないかって言われるんだけどね、実際ポーってね、一斉いいことやった時にできませんとかね、漏れましたって言うとかっこ悪いなっていうのがいつもあるんですよ、でも今回はこれでもう鼻から固めてきたのかなって思いましたけどね、さすがに水着やらないとダメってのは間違いないですよ、はい、竹田さんいかがですか。情けないんだけどね、正直言うとね、いつもね、だから日本は平和ボケみたいにしてて、戦時体制って感覚がすごくないんですよ、そうなるとやっぱりね、どうしても憲法の問題、だってはっきり言わなきゃいけないって言うんだもん、だからこういう時にやれって言われた時にできなくなっちゃうんだよね、すんごくいつも情けなくなるけど、これは、なんか昨日もね、ブラジルから入ってきた人4人のね、これはまた新しい変異株とか言ってね、ある時にね、変異かなんとかって言った時に、私も直感的にね、昔ほら私感染症の一応研究者だったから、月にね、一月にどのくらい変異が出るって知ってるわけですよ、まあ2回以上出ますよ、だからああいうふうに言ったらね、もう絶対は止めるかすぐ思ったもん、止める口実でね、こういう言い方をしてるのかなと思ったくらいで、だからそれはね、調べればね、すぐね、変異なんて出てくるんですよ、だって変異するに決まってんだからだからこんなもんはね、それ調べればすぐ変異するの出てくるから、あれはもう全て止めるのかなと、私は思ったくらいの発言でしたけどね、だからそれに従ってやってたんだけど、まあ、さっき言ったように法律の不備とかね、執行体制の不備があるから、もうちょっと情けないね、ちょっと優柔不断的なのが出ちゃったのかなってちょっと思いましたけどね、そうそう、その優柔不断的なところが、そうそう、それはありますよね。でも
これで止まるんでしょ。でもこれもまたね、執行体制だから抜けてますよ。ザルがあると、ザルがあると思うよ。ザルになってると思うよ、正直言うと。なんか昨日そのブラジルの人以外で、昨日じゃないかな、なんかその南アフリカから戻ってきた人が、うん、要するにその帰国した後、うんうん、まあ本当はならば14日間、うん、自主隔離しなきゃいけなかったのに、うん、自主隔離でしょ、それも。そうそう、自主隔離もダメなんだけど、だから本当はね、収容してね、どっかで留め置くっていうのも普通なんだけど、それもダメだから、だから結局外に出て友人たちと食事して、そこでクラスターが発生してとか、なんかそんなのもあるみたいなようなことちょっと見たんですけど、でもそういうのはやっぱり続いちゃうと、うん、もうじゃあ外から入ってくるのも全部止めろよって話にやっぱならざるを得ないですよね。いや、まあだから戦時体制だったらそうなんでね、うん、要するに自主隔離っていうのはまさしくね、いい言葉が出ちゃったんだけどね、うん、本当は強制隔離だと思いますよ。いやいや、本当でもそういうふうにね、制度とかね、体制ができてないから、うん、結構こういうね、こういうのやるときに大変になっちゃうんですよ。うん、だからこういうのは本当に平時の時にもうちょっときちんとやってってくれてね。でもそれ言うとね、戦時法制だとか言ってね、すんごいまた言われてね、大変なんですよね、はい、どうしたらいいのって感じ。でも戦時法制とか言うよりも、やっぱこの、まあ、安全保障、まあ、危機管理ですよね、結局はね、これっていうのはね。でも戦時法制なんだよ、はっきり言うと。ウイルスの話って、うん、生物兵器だから、うん、兵器になるわけ。そうそうそう、だからね、日本がね、ワクチンの開発を遅れてるなんてのはね、簡単でね、防御策がないから軍事研究ができなかったから、それだけなんですよ、うん。でそういうのに全部関わってくるんだけど、逆に言うと、なんかそういうのは普段ダメだって言っててね、急にこういう時だけやれって言われるとびっくりするんだけどね。日本学術会議のね、あれをやってる人たちとかね。そうなんだよ。本当そうですよね。だからね、それで学術会議で研究さ、まあここまではっきり言ってないけど、要するに ABC だから B のバイオロジーのための防御としてワクチン開発あるわけで、今回はいろんなタイプがあるっていうのは、だって戦争で10年ね、開発に時間かかるなんて終わっちゃうじゃない。だからすぐすんごい早いやり方をたくさん軍事研究やってて、それを応用してるだけなんだよね、うん。だからそのメッセンジャー RNA とか DNA タイプなんていうのはすごく早くできるって分かってたから、それを応用してるだけなんだけど、うん、日本はそれすぐできないかって、そんな研究させてくんねんだからできないに決まってんじゃない。そうですね。だから基礎研究が厚くないからね、うん。だからもうこういう時にね、本当に戦争反対の人にいつも言いたいんだけど、うん、本当私言ってたのかすっごくいつもね、引っかかってんだよと、うん、私なんか言いたくなっちゃうんだけどね、そういう人たちに限って、緊急事態宣言早く出せとか言ってたりしてね。どうそうそう、資源宣言ロックダウンみたいな話したら、うそ、真っ先に反対するのそちらの方でしょ。そう、これ結構大変なんですよ。だからマスコミもね、なんかね、遅いのどうのっていうよりかは、なぜそうなったかっていうのをちょっとね、研究してね、喋ってもらえて、ね、こんなん私しか言ってないんだけどさ、率直に言うと本当はあれよ、戦時体制みたいにないから、こういう風な話で検疫用とかそういうに漏れが出ちゃうんですよ、うん。で役人の方はね、いやもうこんなモネモネの法律でやれって言われたってできねえよっていう感じすぐ言うんだよね。4月とか春の段階でね、結構こういう話ってね、結構やられて、うん、で正論でも特集とかで当然やったんですけれども、結局国会議員もね、本当正論読めって言いたくなるんですけど、本当に議論することせずに桜ばっかりにかまけてね、臨時国会経てね、今に至るわけですよ。だいたい